どうですか？撮ってますか？撮ってます。どうですか？いやもう来ましたね。ついに。ドキドキです。でも緊張しすぎて、なんか4時ぐらいになんかパッと目覚めちゃって、おやおや、まだだぞってなりました。はい、すみません。ちょ、場所失礼します。これのサインのポイントは？これのポイントは、あのニコちゃんマークが入ってますっていうポイント。はい。お願いします。お願いします。難しいな。気持ちよ。気持ちがそのもうレジットのことでいっぱいいっぱいでにじんでるっていういい意味でね。嬉しい嬉しい、なんか出た。結構どうですか？はい、これ4つぐらい書いた。久々にこの感じがだなっていう、あの久々にこの感じだなっていう、はい、いよいよこの感じだなと同じで行くよ、前へ進む僕は。えらい子、あーちょっといちくんめちゃくちゃガタイいいっすね。いや、これはあのあれっす、ニットで4倍増ししてますよ。4なの？はい、4倍増しです。ちょっとこの日のために4倍増しニットを購入しました。一之助です。何の一之助？高生とか書けるぐらいならまだパンは使っているとちょっと大変なことだね。あんまり見えないかもしれない。なんかもしね、じゃあ透明性にちょっとこだわったりとかしたいんですけど、確かに今回のジャケ写は、なんだろう、まあ元々のそのなんかリファレンスとしてそのジャンヌ・ダルクのね、勇敢の象徴を入れたいなと思ってて、その中でそのユリの花に今回フューチャーして、そのなんだろう、人の顔からこうユリの花を出すってことで、なんかそのなんだろう、自分をよりなんだろうな、こう頑張るぜみたいな頑張るぜみたいな、そんな感じを作ったよ。合ってる、たっくん合ってる？合ってるっていう、わかんないよ、その頑張ったよみたいな。お弁当は？お弁当はお肉です。みんなどうなんでしょうかね。僕はお魚派です。前回のシーズンが終わってすぐに、私たちがそのやってきたのが、スキルシェアですね。そのメンバー間のその技術っていうのをこうシェアしていくってやつなんですけど、もともとメンバーがこうスペシャリストだったので、だからそのスペシャルをこう分け合って、やってて、どんどんみんなのそのダンス、そのジャンル問わずにですね、どんどんダンスそのもののレベルがどんどん底上げされていって、もう今期っていうのは本当に、なんて言うんだろう、前のシーズンとかはですね、すごいこう他のジャンルをやるときに不自由さを感じてた部分が、今回は感じずに、もう全部、もう本当にステージ上の8人一丸となって見せれる、そういうような状況になってるんじゃないかなと思います。本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。引きで全体を移して、そしたら真ん中の方にもう一回追いながら上から下にアングルをゆっくり変えてみます。ここですみません、さっき全体引きでもう一回みんな無音のところお願いします。無音やってで、はい、
もうちょっと上から撮るような感じで、はい、そうですね、はい、で移動したとしてるから、ちょっとあのカメラ目線で病院残してください。はい、お願いします。オッケー、ここちょっと重要だから、ちょっと壁見てみて。もうちょっと上でですね、ちょっと戻るかな。あ、これで大丈夫です。これで行きましょう。はい。OK。今回の見どころはメッセージ性です。すごく自分たちが伝えたいものっていうのがあって、挑戦している人だったりとか、こうやろうか迷っている人っていう方々のために、自分自身のことを信じてほしいとか、自己表現を止めてほしくないとか、そういうなんかいろんな周りの意見とか固定概念に惑わされてほしくない、自分のことを信じてどんどん挑戦してほしいっていうメッセージが詰まってて、作品的な見どころは途中の青い紐が取れるところがあるんですけど、あの青い紐っていうのは、負の感情、ネガティブな感情を表していて、それが切れて、それを断ち切ることで、すごく明るく赤だけポジティブな感情のみでどんどん挑戦していくみたいなストーリー構成になってます。かわいい。逆だ。レジット。公式グッズとなって、どっから購入できるの？ネットから？でも、会場でもね、ご購入いただけるんで、ぜひ買ってみてください。結構便利だよ。どんな時に便利かって、と、マジックできちゃうんですよ。いきます。でんでて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 毎回開幕は緊張しますか？もう僕は緊張しいなんで、マイラウンド、マイリハーサル緊張します。頑張ってください。頑張ります。緊張しないコツは、目の前のことに全力っていう意識があれば大丈夫かな。先のことと考えちゃうと心配しちゃうから、やれることを全力でやってっていう感じ。考えていればちょっとは紛れます、ね、大丈夫です。落ち着いていきましょう。
一番怖い、一番怖い人いたっすね、今ね。はい、じゃあね、お願いします。頑張ってね。ありがとう、頑張るよ。ファイト、行ってきます。ファイト、頑張ってくれ。頑張って、うん、行ってらっしゃい。To express myself, there was something in the way stopping me. When the world tells me that I'm not enough, I won't let them change the way I feel. I will not break, I won't change, just believe in myself. I will be brave, I'll be braver than yesterday. Cause it just feels so right, it's my heart gonna be shot. You can shout by being just who you are. Who you新メンバーだからとかじゃなくて、本当にあの俺が引っ張っていくっていう強い意志を持って、あのステージに全力で気持ちをぶつけていきます。